All right. Construct your robot.今回の我々の任務は、オセアニア大陸内部へ侵攻し、ラグナロックの秘密基地を発見。後続の航空部隊の攻撃目標を明らかにすることだ。戦術衛星スカイアイズより入電。敵ガンシップ2機、9時の方向に待ち伏せしていた模様。同時侵入中の大砲01、02、05、05も敵襲に遭遇、苦戦中の模様です。白兵衛戦を挑んでくるらしいな。装甲騎兵小隊、上部デッキで敵を迎撃せよ。ここまで来て作戦中止など、シャレにもならん。 エンジンブロックに被弾した。高度を下げて海上に着水させる。上部デッキの装甲騎兵は直ちに格納庫に戻り、ショックに備えろ。 シドニーに敵前線部隊が展開しているようだ。直ちに進行し、敵前線部隊を撃破、突破せよ。支援用ウェポンはキャリアで射出します。回収して使用してください。 Oh, boy!
powerful power!戦闘支援体制より緊急入電、後方より高熱源体接近中、強襲型ホバークラフト、モビーディックの可能性あり、弱点は中央部のエンジンユニットとのことです。 こちら大砲03、司令部より以下の作戦エリアへの進行の要請がありました。レバーで選択しボタンで進行エリアを決定してください。ニュージーランドと南部の森林地帯の敵部隊を突破せよ。ニュージーランド方面へ展開予定の大砲06が敵の襲撃に遭い、戦線より離脱しました。戦闘支援回線からの入電によると本体の突入の障害となる攻撃基地があるようです。敵部隊中央を突破して次のエリアに向かってください。 Commence your attack. All right. Power.
ちら大砲03戦闘支援回線からの通報によると敵大型イオノクラフト EB-1 が接近中。弱点は機体下部のエンジンノズル部と分析されています。注意してください。こちら大砲03、司令部より以下の作戦エリアへの進行の要請がありました。レバーで選択し、ボタンで進行エリアを決定してください。敵エネルギープラントを強襲せよ。エネルギープラントを撃破してリフレクターキャノンへのエネルギーを断ってください。作戦終了と同時に本体が敵中枢に対して攻撃を開始します。
重空挺戦車カンドール2が接近中との情報が入りました。弱点は限定不可能。検討を祈ります。エリア 4D にあったイグドラシルはダミーだという情報が入った。本当のイグドラシルはエリア 5D にあるらしい。本体が敵中枢に突入する前にこれを撃破せよ。作戦行動テュールを実行せよ。衛星反射型ビーム砲イグドラシルの弱点は砲の中心部だということが分かりました。イグドラシルを破壊して本体の活路を開くことがローガチームの最後のミッションです。頑張ってください。Move on to your next.こちら大砲03、敵重攻撃型装甲騎兵クリームスリスが接近している模様。弱点は胸部コックピットにあると予測されています。
マスター、戦闘力 50% ダウン。イグドラシルを破壊するのには一つの可能性しかありません。ダメよそんなの、後続の部隊に任せましょう。そんな余裕はありませんよマスター。ではまたお会いしましょう。与えられた任務を果たすため傷つき倒れていく兵士たち。炎の中で彼らは何を思うのだろうか。そして戦いは終わる。けれど忘れないでいてほしい。英雄とは彼らのことなのだと。